と定められ、27日、28日の本番を迎えます。27日、28日ともに、豆田地区と熊竹田地区の2地区で、午前9時ごろから午後10時ごろまで、みこしのご神幸を中心に、各町の山鉾が勇壮に練り歩きます。特に夜、提灯を灯して行われる番山は、豆田地区では2日間、熊竹田地区では27日に平成山の巡行、28日に札の辻での共演が行われます。ぜひ本番の北祇園祭りもご覧くださいませ。